先の西宮の司の役人などで親しく出入りしていた者などがわずかに来て、葬式の用意に奔走するに過ぎない六条亭であった。自身を送った後で、源氏自身も宗家へ来た。西宮に取り継がせると、ただいまは何事も悲しみのためにわかりませんので、と、にょべっとを出して、お言わせになった。私にご遺言をなすったこともありますから、ただいまからは私をむつまじいものとおぼしめしてくださいましたら幸せです。と源氏は言ってから、宮家の人々を呼び出して、いろいろすることを命じた。非常に頼もしい態度であったから、昔は多少恨めしがっていた一家の人々の感情も解消されていくようである。源氏の方から葬儀院が送られ、無数の使用人が来て、宮安どころの葬儀は、きらやかに執行されたのであった。